ください。ではまた明日です。もうちょいとは足小さもう
でも、あれ、あ、せっかく途中までできた、すごいのあちゃん、すごい、個性的ですね、あの途中までできてたんだけど、最後にここに魔法かけます、いきますよ、じゃあ皆さん人差し指を出してください、はい、くるくるポンでここに魔法かけますよ、わかった、はい、じゃあテレビの前のみんなも一緒にお願いします、いきますよ、せーの、くるくるポン、バッチリ魔法のかかったワンちゃん達成です、見て、スバニーもね、ちゃんとできたよ、できた、一緒に、よかった、さあ、ということで、あゆむちゃんどうだった、見てみて、私も作ってみたいと思います、すごい、スバニーたちもできたから、あゆむちゃんもきっとできるよ、そう、うん、こんなあゆむちゃんにはこのショートタイムステッカーをプレゼントするよ、ありがとうね、はい、詳しくはね、ホームページをぜひ見てください、チェックダウン、ワンちゃんさあ、続いてはチェインレンサー絆をつなげ、おはさチェインレンサーミッション、先週から始まったおはさメンバーの絆を確かめる1週間連続スペシャルチャレンジ企画、挑戦するのは超絶ギミックが超すげー、つなげて走らせ変形、新感覚次世代アクションホビー、その名もチェインレンサー、ミッションをクリアするたびにチェインレンサーのプレゼントが20台追加されたぞ、気になる本日のミッションはファーボールストライカースタートからトリスロープロード、バーティカルロードをスピードチャージしながら走って、そしてラストはタワーロードでブロックゴールを発射、ボウリングのように見事全ての壁を倒せばミッションクリアだ、ミッションクリア、おはー、俺らチェインマスターのもちろんマスター相馬だ、イエーイ、マスター相馬、今日のミッションのポイントはラストのブロックゴールの置き方だ、壁に向かってまっすぐ飛ぶように慎重にセットするんだ、オッケー、セガール喋り方だな現在の獲得プレゼントのチェインレンサーは40個、うん、今日も見事成功すると20個プラスされて60台プレゼントだ、さあ、あのね、スバニーとミナミが挑戦して成功できてるから、今日も成功しておはともたちに60個プレゼントできるように頑張ろう、頑張ろう、さあ、というわけで月曜メンバー全員で設置したこのコースなんだけども、最後のね、ワンピースは岩井につけてもらおうと思う、はい、やってやるよ、よろしく、よっしゃ、じゃあこれをつなぐぞ、絆をつなぐチェインレイン、よっしゃ、完璧、よさあ、いよいよ行ってやるぜ、てなわけで CM の後、いよいよチェインゴーだ、任しとけ、この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします、今月のカルカル10万キングマスター確定ポッカ、俺だけはまとぶくんツッコミ共通テストにね、フォートナイトダブルコレクションステッカーも、このコロコミック5月号発売中、あ、お邪魔します、お邪魔します、僕が君に教えたいのは言葉だけじゃないね、お母さん、国語辞典といえば小学館、宝トミー、10夜まで遊ぼう、新しいの名前、10夜まで遊ぼう、新しいの名前、ルールがわからん、だったらこれだ、10夜まで遊ぼう、新しいの名前、宝トミー、クイズノックが考えた、東大王が考えた、ブロック点点点、10種のゲームを考えた、ブロック点点点、 3D ブロックで頭脳バトル、東大王ブロック点、絆をつなげ、おはさチェインレーサーミッションっていうわけで行ってみましょう、はい、岩井大丈夫、準備ができてね、よっしゃ、おはとものみんな見ててくれ、月曜メンバーの絆をここに集めた、見せつけてやるぜ、みんなの力だ、3、2、1、チェインゴー、いけ、あ、
や。さあでは月曜メンバーの絆でプレゼントは合計60個になりました。さあ明日の火曜日もねミッションクリアできるかみんな楽しみにしててくれよな。そしてプレゼントの応募方法は水曜日に発表するからみんなお楽しみに。さあというわけでマスター相馬どうもありがとう。今日はありがとう。 Thank you so much。 相馬だけにな。相馬ということでこの後は忍者がお届けするぜ。さあ今日はね超巨大化したポスト最終決戦をお届けします。あのスバにマジで頑張りました。それではご覧ください。どうぞ。忍者乱武者修行ストーリーモード編。町に平和を取り戻すため宇宙からやってきた謎の生命体スペース忍者たちと戦う一の巻。前回戦の末ロコソーダを倒したスバニー。よっしゃ。しかしロコソーダとの戦いは終わっていなかった。スバニーなんてこっちゃ。一の巻のボスロコソーダ、この巨大化したボスを倒して追い払えばクリアだ。なんでこんなことになってんの。一回ロコソーダやっつけようか。何この展開聞いてないよ師匠。まずでっかいお戦いの時はロックオンだ。ロックオンして。そうつまり弱点はその下ベロベロそれベロがおベロが気絶してる。今そこを殴るんだ。いいよ、それ今は殴り放題。殴って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 。そう、大きくなったロコソーダの弱点は舌の先。ここに攻撃を仕掛けて相手を気絶させれば大ダメージを与えられるぞ。強くなれますよ的なやつかと思ったら違う。何これ。ダメだよ。逃げた。入るもんじゃないの。入ったらダメ。攻撃範囲的のもうちょっと攻撃が降ってくるからね。さあロックをして突撃。あ、うまい。すごい。よしよしよし、当てると気絶するからそこを叩きに行こう。さあ、いけいけ。スバニーも戦い方に慣れてきたみたいだけど、ロコソーダもやられっぱなしではない。ロコソーダの攻撃で飛んでくるわ。もうスバニー、これは危ない、これは危ない。逃げて、後ろに逃げて。カメラ回して見てみて。どう、やばかった。これがロコソーダ最大の攻撃。ロコソーダの正面にいたら一貫の終わりだ。ロコソーダの口が光ったらね、大技してくるから、はい、反対側のエリアに行くと避けられるので。オッケー、待って。あ、やばい、スバニー逃げて。やばい、そっちやばい、そっちやばい、スバニー。あー、そっちやばい。そして戦いは最終局面に。とどめだ。逃げる。いや、まだ残ってる。ちょっとだけ。油断するなよ。油断するから。でもすぐにその突撃だ。突撃突撃。行け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 。よくやった。アッパリさん来た。スバニーのランクはドーカップ。ドーカップか。でも俺にはこれがいいに見えた。かっこいい。ついに勝てたよ。すごい。コウキくん、忍者のやってるみたいだけどさ、はい、どうだった今の見てみて。すごかったです。すごい。やったことがないので、うん、僕もやってみようと思いました。やってみて、やってみて。これね、まだやったことないおはともの、みんなもね、これストーリーモードから始めてみるっていうのもね、すごくおすすめだから、ぜひやってみてください。はい、ありがとう。はい、さあ続いてはロールプレイング謎解きクエスト、謎解きキングダム。謎解きキングダム。おはとものみんな、松丸くんの王国を一緒に巻いて救おうぜ。巻くなよ。謎解きキングダム。お話
魔王の息子リトルリドルが支配する第一の島エニグマ島。残り半分の地図を求め山の麓まで降りた松丸くんたちは海辺を歩いていた。山を抜けたら海が広がってるね。こんなところに残り半分の地図を持った謎もんはいるのかな。みんな、謎もんが出現したよ。この謎もんはカモヒケシ。頑張るタイプの謎解きを得意としている。最後まで諦めずにこの謎解きを考えて解けると消防士に向いてるかもしれないよ。問題が出てくるよ。黄色、ピンク、青の順に読んでできる魚の名前は何か。みんな力を貸して。あ、何匹か魚が逃げ出したよ。残った文字でできる魚の名前は何だろう。分かった。さあ、選択の時だ。よし、みんなの答えが揃った。黄色、ピンク、青の順に読むから使うのはこの3匹。答えはメダカだ。よっしゃ、謎解きクリア。君が残り半分の地図を持ってたんだね。よし、これで先に進めるぞ。残り半分の地図を手に入れてつなげてみると、この海辺を抜けた先に大きな森があるようだ。そこを目指していくしかない。冒険はまだまだ続く。さあ、正解したんだね。おめでとう。よかったね。私はこの国をもっと笑顔にしたいんです。そのためにはパズドラです。ディン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 、コンボが連なる喜び、日本は必ず幸せになる。頑張って清宮さん。はい、二宮です。パズドラ行くよ。みんなよっしゃ。一本ナイス、一本オッケー、ステップ行くよ。無料で遊べる任天堂スイッチ忍者ら。うちの朝はお茶漬け。ささっとお茶漬け。目覚まし茶漬け長谷。いいぞ。しじみのエキスをギュッと濃縮。私はお味噌汁で美味しくいただきます。一杯でしじみ70個分の力。美味しい。売り上げナンバーワン長谷。次回アニメパズドラは花草町でスイーツコンテスト開催。ケーキ屋の娘さくらは優勝を目指すが、ライバルが自作メカで対抗してきて。アニメパズドラさくら熱戦スイーツコンテストは次の日曜夕方6時から。それじゃあ今日のお天気。OK! 今日のお天気です。全国的に晴れて空気が乾燥するでしょう。気温は昨日と同じか低い予想です。北風がやや強いので実際の気温よりもひんやり感じられるかもです。以上、お天気でした。Thank you. さあ、この後今週もアニメクイズで限定プレゼントをゲッツ。答えをチェックして応募だよ。うわ、いいね。ハッピーライフ、ハッピーホー、タマホーム。ゴールデンウィークはタマホームへ。タマホーム。ハッピーライフ、ハッピーホー、タマホーム。タマホーム。ハッピーライフ、ハッピーホー。お近くのタマホームへ。タマホーム。お吸い物。今日は炊き込みご飯、出番ですよ。はい。相性もぴったり。あ、松茸の香り。松茸の味、お吸い物、長谷園。長谷園のカニ玉。卵を3個ですぐできる。あんかけたっぷり。わお。向かいます。長谷園のカニと。カントン。カントン風。カニ玉。楽しく漢字や計算が楽しめるひらめけ謎解き学習。おはスタで放送された問題はもちろん、特別企画として人気の問題を10問追加。なんと11種類もの謎解きがあるよ。問題数は100問。
ヒントを見ないで解けたら大地球だよ。君は何問解けるかな。家族や友達と一緒に楽しもう。ひらめけ謎解き学習5ひらめきサーティー発売中。さあ金曜アニメを見れば絶対にわかるクイズに答えて限定プレゼントをゲットできるチャンス。先週の答えを発表します。毎週豪華アニメ4連発金曜アニメオールスターズ。先週の問題はポケットモンスターからこちら。サトシたちもキッズの部で参加するポケモンマリンアスレチックレース。優勝はどのポケモン。この答えは1のシャワーズ。プレゼントの応募締め切りは今週の金曜まで。だからみんなまだ間に合う。今日発表した答えを書いて応募すれば抽選で100名のお供に限定オリジナルノートをプレゼントだ。詳しくはおはスタホームページを要チェック。さあ次がラストクイズです。パウパトロールに関する問題を今週の金曜日おはスタで発表したいと思います。絶対見逃しないよ。そしておはスタでは番組アンケートに答えてくれるサポーターを大募集中。おはスタオリジナルグッズがもらえるかも。よし、応募してくれよな。ありがとう。さあ今日参加してくれたおはともの歩夢ちゃんとコッキー、どうだった今日のおはスタ。楽しかったです。絶対また遊びに来てくれよな、うん、そしてパッさんも本当にありがとうございました。ありがとうございました。もう朝からハッピーになりました。ありがとうございます。俺たちも出せ。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。ブレーメンの音楽隊。昔年老いて捨てられたロバがブレーメンを目指して転がっていました。どうしたんだい悲しい顔して。獲物が追えなくなって捨てられたんだ。これからどうしよう。僕はブレーメンに行って音楽隊に入るんだ。一緒にどうだい。君はドラム。犬はロバと一緒にブレーメンに行くことにしました。どうしたんだい悲しい顔して。ネズミを取れなくなったから捨てられたの。これからどうしましょう。僕たちはブレーメンに行って音楽隊に入るんだ。一緒にどうだい。君はバイオリン。猫はロバと犬と一緒にブレーメンに行くことにしました。どうしたんだい悲しい顔して。チキンスープにされそうになって逃げてきたんだ。私たちブレーメンに行って音楽隊に入るの。一緒にどう。あなたはラッパ。ニワトリはロバと犬と猫と一緒にブレーメンに行くことにしました。ロバは森の中で一軒の家を見つけました。いい匂い。家の中では泥棒たちがごちそうを食べていました。すごいごちそうだ。おいしそう。食べたいにゃ。食べる方法ないかな。よし、こういうのはどうだい。ロバは素晴らしいアイデアを思いつきました。驚いた泥棒たちは家から逃げ出していきました。泥棒を追い出した4匹はごちそうをお腹いっぱい食べました。親分、本当に化け物がいたんですよ。見間違いじゃねえのか。何もいないじゃないか。本当に化け物がいるのか確かめに来た泥棒の親分に猫は引っかき、犬は噛みつき、鶏は突っつき、そして最後はロバが蹴飛ばしました。バイバイ。やっぱり化け物ですよ。二度とあの家には行かねえ。こうして泥棒がいなくなった家で4匹は幸せに暮らしました。